木漏れ日が。これは2合目。やっと2合目か。2合目、1合目から2合目かなるでしょ。鳥が鳴いてくれれば最高なんだけど。中山道だっけ、うん、あそこのとこすごいよね、杉形。綺麗だね。日光街道。日光街道ね、そう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 。箱根もそうだけどね。風が冷たいもんね。来たから。汗かいてる。ということは、そうなんですね、2度ぐらいもう下がった。あ、気温が？あ、そうなの。早めですか。ここで進まんやる。今度星野さん向こう行ったら、あれ向こうのスケジュールはもう向こうで忘れてほとんど私が自分でやって希望でね、希望であんまりないんで、うん、でも一応式典やってくれるのかな。いや、敷地はやらない。そういうのはない、うん、この真正面の、うん、ね、緑はね、でっかい道だね。で、青梅線が走ってるから。青梅線ですか。吉野街道かな。左吉野街道で、右が青梅街道かな。いや、右が吉野街道。右が吉野街道です。右が吉野街道。うん、右が吉野街道。そうすると、そうすると、あれだ。あ、そうか。うん、梅子の方だね。畑、畑中とか、青梅、あの関山寺とかあの辺のところですよ。これこの地図見ると。沢井？沢井、あ、ここで。そうだな、右が吉野街道だな。ね、こちらが日が当たってるからね。日陰用だと日向用だと。関山寺、あの道のそばに結構車が渋滞してるじゃないですか。キラ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 光ってる。あの辺で、うん、車が多いんで、あそこ。御岳渓谷とかあれだ。光ってますね、車が。やっぱりゴールデンウィークの渋滞があるんじゃないの。そうだね、さすがに。じゃあ、あの緑の屋根はなんか大きな、うん、ね、そうそう、あれだね、霞ってのあるよね。霞台。今霞って言わないね。今霞、霞、星野さん家の方。霞台っていう。まあそうですかね、昔霞って。霞ってね、霞村ね。霞って言ったよね、調布とかね、だけど。霞